はい、どうも。あちらですね。そこを動くな。動くとピストルで撃つぞ。それ以上近寄ったらみんな撃ち殺すかな。ブレシントンさん、何を無茶言ってるんです。僕がわからないんですか。先生かい。僕です。わかりますか。他の二人連れは。そっちは何者なんだ。シャーロック・ホームズさんとお友達のワトソンさんですよ。お呼びしてくれと僕に頼んだのはあなたでしょう。ああ、そうだった。すまんね。さあ皆さん、どうぞお上がりください。どうも神経質になっとるもんで失礼しました。ようこそホームズさん。実は来ていただけるかどうか心配だったんです。わしほど先生の力を必要としとるものはいないと思うんです。話は先生からお聞きと思うが、わしの部屋へ押し入ったものがあるんですよ。ねえ、それでその二人は何者なんです。二人、わしは知りませんぞ。じゃあなぜ嫌がらせをするんです。嫌がらせ、そんなことはわしが知るわけがないでしょうが。おお、ご存じない。入ってください。とにかく私の部屋を調べてほしいんですよ。わしは決して金持ちじゃなかった。しかしトレベリアン先生へ投資したおかげで金持ちになりました。わしは銀行家を全く信用していません。いいですか、銀行など信用したら無一文になりますよ。ここだけの話だが、わしのささやかな全財産はこの中にあります。だから怪しい者に部屋に忍び込まれたらわしには大事件なんです。ブレシントさん、あなたを助けるわけにいきませんね。あなたは嘘をついている。嘘ですって。でも全部話しましたよ。失礼、トラベリアン先生。ホームズさん、相談に乗ってくれんのですか。あなたが真実を言ってくれない限りね。ホームズ、男の目を見ればわかるだろう。あの男は生命の危険に怯えているんだ。それで嘘つきと言うんだろうか。あの男はもう侵入者の正体を知っているんだよ。馬車よ。息子だと言った男がブレシントンの部屋に侵入している間、患者は先生の足止めをしていたんだ。それに胸硬直の症状は真似がしやすいからね。ああ、僕もやったことがある。ホーム、うん、もう一つの可能性としては、もちろん恐ろしく突飛ではあるが、ありえないことじゃないんだ。つまり病気のロシア貴族の親子が来たなんて、トレベリアンのでっち上げじゃないかな。彼が何かの理由で部屋に入ったのかもしれない。階段のカーペットの足跡を見たろう。つま先が角張っていた。ブレシントンのは丸かったし、トレベリアン先生のよりも 1,2 センチは大きかった。ま、今夜はこれで寝るとしようよ。朝になったらきっと新しい展開があるさ。おやすみ。おやすみ。